吉田さん、時間が解決するってなんか便利な言葉ですけども、確かに10年、100年、1000年時間をかければ何でも解決すると思うんですよ。さあ、しかしですね、私たちの人生には寿命ってものがありますから、とてもじゃないけども何十年もかけてられないですよね。まあ、だからこそなんですよ、スタートしなければならないのが。まあ、一言言えるとしたら、このままではずっとこのままだってことじゃないですかね。この言葉は私は刻みながらね、これからもやっていこうと思います。このままだったらずっとこのままなんですよ。だからこのままじゃない自分を、今日小さなプラス1を加えていかないといけないのかなと思いながらやっております。いってらっしゃい。